はい、どうも、ライです。前に、キノコの山対タケノコの里が、フェスとして、戦いが行われたんですけども、結果は、キノコの山が勝ちました。まあ、得票率ではタケノコの里の方が多かったから、まあ、勝ったとは言い難いんだけどさ、まあ、行われたじゃないですか。で、今回は、国民投票を、明治製菓が、行ったみたいで、まあ、実際にはね、フェスではさ、スプラトゥーンやってる人しか投票できないんですけど、今回まあ、我々の世界、なんでね、我々の住む世界、なんていうの、リアルで国民投票がね、あったみたいなんですけども、まあ、結果は、タケノコが勝ちました。タケノコとなんか、まあ、松潤とか、あとこの人、吉田沙保里さんいるから、うん、タケノコ勝つでしょ。しかも、投票の内訳みたいのがあって、まあ、マニフェストってのが、あったみたいなんですよ。もしも、タケノコの里が勝った暁にはこういうことをします。キノコの山が勝った暁にはこういうことをします、みたいな。まあ、マニフェストって言うんですけど、まあ、勝ったら、こういうことしますよっていうね、アピールしたところがあるんだけど、これ見るとわかるんですけど、まあ、この人の投票だけめちゃくちゃあるっていう、もうこの人のおかげで勝ったみたいになってる。ちなみに新商品のパッケージ見れるみたいなんで、ちょっと見てきたんですけど、すごいキャラメルとろけてて美味しそうだった。で、なんで今日こんな話したかというと、まあ、もしかしたらなんだけど、キノコの山対タケノコの里が、またフェスあるんじゃないかと。まあ、前回はキノコ勝った。だけど、国民投票ではタケノコ勝った。じゃあまたスプラトゥーンで競うんじゃないかという。で、今回、タケノコ強いから、またフェス行われたら、俺、タケノコ勝つと思うんだよね。今回こそは。まあ、もし、キノコの山対タケノコの里が、再びね、フェスで行われた場合、この俺の言葉を思い出して、みんなでタケノコ入れれば、もう得票率も勝率も勝つんじゃないかという、考え。うん、なんか、もしあったら思い出してください。はい、ということで、今日もバトルに行きたいと思います。タケノコってあんた言うけど、一体俺のことどう考えてんの？ホッケか。ホッケも射程なくて有利だからな。え、ジェットスイッパー今刺さってんじゃない？このステージ。筆。おい、シューターいねえぞ、こっち。俺がいたわ。俺がシューターだ。でも相手全員シューターだ。ちょっとバランス悪いな。さすが縄張りバトルって感じ。左は、これ最初塗っとけば。あ、来てるし、もう。よし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 。味方のカバーしてあげた。で、これジェットパックじゃなくて、スイーパーじゃなくてなんだっけ、これ。溜まったから。オッケー、一人倒してあげる。当たったけどな。なあ、あと一発足りない。やめしね、これ。よし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 。危ない、助かった。死ななくて済んだ。助かった。これまだ振り出しでしょ？変わんないからね、最初と。あー、それ強い。まあ、射程は俺勝ってるから。やべえ、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 やべえ。やべえ、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 やべえ。ハイプレ当たれ。よし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 。ハイプレね、若干上手くなったんよ。昔に比べると。あ、で昔の方が上手かったんだけど、最近全然使ってなくて、俺洗濯機使ってた時代があって、あれってさ、ハイプレじゃん。今、ボムラッシュあるし、洗濯機。いや、ダメだ、あれ。ローラーちゃん死んじゃった。出てきそう。逃げろ、よし。これ今来てたじゃん、こっち。急になんか来れなくなってる。
ナイスナイスナイス。オッケーオッケー、射程勝ち。やべえ、なんか来てる。これ。オッケーオッケーオッケー、クイボとクイコで勝っていく。勝ったんちゃう？やった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 あ、そう、なんかハイプレが昔は、ちゃんと使えたんだけど、今なんかもうおもちゃみたいな、粗大ゴミみたいになっちゃってて、ハイプレの解説動画出したくらい使ってたんだけど、全然使えない今。よし、垂れ流し勝ったぞ。もう攻める必要ないやから、この武器。勝った。